あ、これか。このスコップかな。ハムファールって書いてあります。マーカムさんの名前はないわね。じゃあ、それは違うのね。もうちょっと探してみます?あるとすれば、この辺りなんだろ?見落としたのかな?その点は抜かりないわ。私、目はいいから。じゃあ、きっと誰かが持ってったのよ。誰がスコップなんか持ってくのよ。そんなの知らないわよ。いるんでしょ?スコップマニアが。リタがブラスティアマニアみたいに。マニア言うな!この仕事は失敗かな。目的の回収物がなかったのよ。失敗とは違うわ。でも依頼人はそうは受け取ってはくれないかもね。ねえ、これどうしよう。持ってってもしょうがねえだろ。置いてこうぜ。その方が次来たスコップマニアがもう喜ぶかもしれないわね。同じマニア同士共感するものがあるんだね。お前も懲りないな。私、思うんですけど、ん?こんなところにそんなものを忘れるのって、多分あの発掘の人たちくらいじゃないですか?ん?まあ、そうかもしれないけど。だったら持ってってあの人たちに託した方が良くないですか?そっか、このファムファールっていうのもあの人たちの仲間かも。ちょい荷物になっけど、持ってってやるか。落ちてたスコップ。わお!さあ、ずいぶん迷子になったけど持ってきたよ。違うけどね。早かったな。もう見つかったのか。それが見つからなくて。ってことはもう誰かが持って行ったのか。ああ。まあちゃん、元気出して。ごめんなさい。君が謝る必要はない。元はといえば、置き去りにした私が悪い。もしよかったら、もう少し僕らで探すよ。ちょ、何言い出すのよ。そうね、何か手がかりが残ってるかもしれないし、リタッチまで。理解できないなんて言って悪かった。あんたにだってそんな大切なものと思わなかったから。でも手がかりって言ってもな。でしょでしょ?でも探せば何も出てくる。可能性もなきにしもあらずか。おーい。それじゃあ私もその可能性に便乗させてもらうわ。あ、じゃあ私も。まーちゃんまーちゃん喜んで、この人たちがもっと探してくれるって。その代わり報酬は前の額よりもちょっと多めにもらうやよ。カルル、ちゃっかりします。ありがとう。でもその気持ちだけで十分だ。まーちゃん、どうして?ここまで親身になってもらえるとは正直思ってなかったんでな。嬉しかった。言われていた仕事終わったら、はい、おしまいってのがギルドだからな。我々も例外ではないわけだし。そうだね。頑張ってくれたんだ。今回の報酬はちゃんと払おう。いいの?もちろんだ。5500ガールドくれました。古い相棒のことは忘れて、新しいのを見つけるとするよ。そうしよう、そうしよう。それじゃあ僕たちはここで。あ、待ってください。ハムファールさんって方ご存知ないですか?ハムファール。ハムファール号?号って?そうじゃなくて。ハムファール号!お前、無事だったんだな。え?まさか、それが?そう、これが彼の家に伝わる遊具、ハムファール号だよ。ああ、本当によかった。じゃあ、書いてある名前って、スコップの名前ってことだったの?みたいね。落ちていたスコップを渡しました。あ、なに、そういうオチ。まあ、何にせよ、今回も仕事成功ってわけだ。今回は地味にエステルのお手柄ね。え、私の?あの時、持って帰ろうって言ったのエステルだし。そっか、エステルが言わなきゃ、ハムファール号は置き去りのままだったもんね。そんな私、たまたまですよ。あ、でも、ん?なんかやっとギルドの一人としてお仕事したなって感じました。そっか。よかったね。それじゃあ、その調子で先行ってみよっか。
はあ、みんながみんなブレイブベスペリアの一員というわけで、ギルドのお仕事は一旦ここで締めにしたいとね。単純に次がないってだけだけどさ、今のところ。あれ、ゴーストドロワットがいる。ブレイブベスペリア、イエガー様の仇。まあ、仇っちゃ仇だよ。お前ら、なんでこんなとこに。やめなってば、無益よ無益。復讐は何も生まねえわよ。そうよ。でも、このやるせない気持ち、なんとかしたいの。恨むなら、アレクセイ恨むのが筋じゃないの。そのアレクセイもいないんだけどね。アレクセイは死んだ。お前たちは生きている。たく、いいぜ、相手してやるよ。お、待ってください、ユーリ。あなたたち、どうしてイエガーと一緒に戦わなかったんです。あの時その場にいたのに。あ、奴にそう命令されたからでしょ。違う？その通りだわ。それで今さら敵討ちか。意味わかんねえぞ。おい、黙れ。お前なんかに何がわかる。やりきれない。イエガー様、私らのためにああするしかなかったのよ。どういうことです？イエガー様、裏でいろいろやってたのがアレクセイにバレちゃって、私ら助けるために。喋りすぎだ、ドロワット。ごめん。事情がどうある、お前たちはイエガー様を殺した。許すわけにはいかない。悪いけど相手してね。やるしかないみたいね。ほう。そんな。来るぞ。相手しましょうか。ちょっと待ってよ。46万。違う、間違えた。それ使うんじゃない。そうじゃない。OK で、そうなんですよ。武器、奴らのアイテムも盗まなきゃいけないから。あいつら動き早いな。ジノガチュハ。何も持ってないって言ったら大丈夫。オッケー、じゃあ普通に相手するよ。矢尻の崩壊。はい。このレクシングだ。大したことに先手の攻撃。月影陣。月下天照陣だ。誰か炎症中の援護を。オッケーよ。月下司令。こやはざん。破産か。はい。
線が電線なに昇波十万なんですかこのままじゃ終わんねえぞ天月線消えた天月線線が天月線電線行くぞラピード おいいねラピードかっこいいまだまだ行くよした大丈夫ゴーシちゃんどうしよう私たち負けちゃったよ勝つまで何度だってやるそっち勝ったはずだだかあんたらなんでイエガーなんかにそこまで忠義立てするのよ恩人だからだそれで奴の本性を知ってなお恩返しのために仕えてたってがやるせないねほれしっかり触るなノートのそれはなんでお前たちがそれを いやそんなことはいい頼むそれを私たちに譲ってくれちょっと何勝手なこと言ってんの襲ってきておいて願いを聞けなどとずうずうしいにも程があるぞまあね頼むそれはキャナリネーのイエガー様の思い人のものずっと探していたんだほうキャナリのリブンイエガーが思い人かほれ仲良く弔ってやんなありがとうなのねその武器十分引き換えに見合うはず
まさかこれは？おい、こりゃキャナリの弓じゃねえの。お前らが持ってたのか。これで貸し借りはなしだ。私たちの恨みが消えたわけじゃない。もっと腕を磨いたらまた来るもん。ほう、相変わらず逃げ足だけは早い奴らなのじゃ。あ、何これ言っちゃった。レイブン、いいの？大事なものだったんでしょ。な、あ、まあね、代わりのものをもらっちゃったしね、よしとするわ。ほう、あら、未練があるのかしら、それともやきもち、どっちかな。そう、いじめないでよ、ジュディスちゃん。私、やっぱりよくわかりません。悪人と分かってて慕う二人、本当に善意で寄付する家が、そして悪人の寄付で助かる子供たち、何が正しくて何が間違いなのか、確かに難しい問題ね。そうだね。そういうもろもろひっくるめて家があってやつだったんだろ。そうそう、人間ってのは見た目よりずっと複雑で面倒なもんよ。そういうあんたはどうなのよ、キャナリとかってなんか複雑そうじゃない。そうね、なんか引っかかってたもんが一つ消えたってとこ。まあ、こんなおっさんのことはいいから、そうそう、行こう行こう。まあ、こら、逃げるな。リヴァインキャノン、リヴァイアさんの乙女の挑戦状。ほう、思い出のコンパクトを渡しました。おっさんの、ほう、新たなる武器。あれ先生、ご両親、ご兄弟、あなたの愛する人に花はいかが。あ、そこを行くお兄さん方、あなた方は求人員の。普段は花屋さんなんだね。 いえ、そういうわけじゃ。じゃあどうして？お金が入り用なのね。それは、なるほどね。イエガーがいなくなって求人員にお金がないってところか。すいません、実はあの家は猿名士からお借りしてるんです。でもイエガー様からの寄付が止まり、求人員の借金が払えないのです。家のお金だけでなく食費も結構かかって。でも求人出て働いてる連中もいるんでしょ。彼らはまだ自分の生活で精一杯、とても援助を頼むことなんてできないんです。あの賑やかな二人娘がいるじゃないか。ゴーシュとドロワットも同じです。イエガー様のところで働いてましたが、そのイエガー様が亡くなった以上きっと大変なはず。あ、そこのお兄さん、花はいかがですか。あんなんで借金なんて払えるのかな。ちょっとした儲けにはなるかもしれねえけど、借金はどうだろうな。なんか哀れで見てらんないわね。これ受け取ってください。そこそこの値段で売れるはずです。おいおい、そんなもの勝手に渡していいのか。今まで帝国が怠ってきたやるべきことをやる、それだけのことです。でもそれ渡したら皇帝としての証がなくなっちゃうんじゃないの。大丈夫ですよ、こんなものがなくても私は私ですから。差し当たっていくら必要なのかしら。そうですね、50万ガルドあれば。50万、あるわね。そりゃあるにはあるけどもさ、結構大金だよ。ま、確かにな。いいぜ、払ってやるよ、50万。安いもんだ、50万ガルド俺たちが出してやる。何言って、ケチケチしない。でも私、わけもなくそんな大金受け取るわけには。俺たちが払うわけじゃないぜ。な、エステル。私、今まで帝国が怠ってきたやるべきことをやるって言っただろ。それを俺たちが今ここで立て替えるだけ。それって、
国に帰ったら評議会にここのお金出してもらえるよう掛け合ってくれ、お前が。あ、はい、わかりました。どういうことですか？帝国からの支援金だから安心して受け取っとくといいさ。よくわからないんですが。説明すんのめんどくせえ、カル、お願い。いえ、僕？お前説明するの好きだろ？別に好きなわけじゃないんだけどな。とりあえず働いて貯まったら返してくれるって言ってたけど、国が返してくれるんだろうな、エッセル。ヨーデルにお願いしてみます。ダメだったらごめんなさい。ごめんなさいなの？そん時はそん時で俺たちが乗り込んでって殿下を締め上げりゃいいさ。そうならないように一生懸命やりますから。さ、行こうぜ。50万ガルドなくなった。10万残ってる。はい、お金持ち。師匠。私は申し上げたはずです。あなたの行動一つ一つの意味はとても重いのだと。それでもそうしてすぐに心揺らし、目の前のことに直感的に動くのですね。上に立つ人間は目先のことにとらわれず対局を見極める必要があるってこの旅で分かりました。師匠の言ってたことってそういうことですよね。でも目の前のことをおろそかにして大事を選ぶなんて私にはできません。あなたは間違っておられます。そうですよね。しかし姫様はご自分が正しいと思った道を行かれればよろしい。私が姫様の道を阻む権利はないのですから。師匠。私が聞きたかったのは正解ではない、姫様自身の答えと揺るぎない思いです。気品と誇りに満ちた迷いなき瞳、それこそが気高き一族にあるべき資質です。満月の子よ、常に高く気高くあれ。はい、ありがとうございます師匠。あなたにはまだやるべきことがあるはず、急ぎなさい。エステルは気高き姫君の称号を得ました。おう、気高き姫君。